さあ相談中川家でございます、はい、どういった相談が来ておりますでしょうか。はい、30代女性の方ですね、はい、平日仕事が終わってから資格の学校に通っております。講師の方が喋るたびに白目になり、集中したいのにおかしくてたまりません。どうしたら勉強に集中できます。それいろいろ癖あるから、教える人もうんうんっていう人が何なの、あれはあんま良くない、あんま言うたらあかん。いや、なんかうんうんっていう多いよ、多いよ、そういう人、多いよ、ね、うん、多い、自分のリズムなんやろうけどね、なんかこの人オーラと一緒やな、うん、そういうとこ気になると、そう俺も分かんねえ、もう二度と集中できへんみたいな。だから、うん、多分ね、あの集中できへんということ僕これ分かってるんですよ、うん、あの多分この資格別に取りたくないんですよ取りたくないのに行ってるからこういうとこ見てしまうね。なるほど、ほんまに集中してたらそんな見えへんから。なるほど、好きやったら聞こう思うし。だから免許の更新の時なんかもう聞いてられへんやんか。いや確かに全員興味ないからなんかもうその、うん、あれは先生って言わへんのか。あれそうね、あれどうなんやろ、あれ教習所の講師の人か、講師か、うん、俺もそういう講師見るもんな、動きとかもね、やっぱり、ね、まあ確かにね、DVD 入れの遅い人おるもんな。おるおる慣れてへん人と、慣れてへん人、そうか、白目なんねやこの講師は斜め上とかあれ見える先生おるもんね。昔おったやん先生、ここ白いのずっと溜めながら喋ってる先生とかもそこばっかり見て何も聞いてなかったもんな。うん、ほんま、そやな。いやもうこの女性の方も我々と同じ病ですよ、これは。これなんでか分かるっていう、あのまあのやつが一番嫌いやったな学校の先生のこの鎌倉幕府が、うんうんうん、なぜこの当時こうなったか分かる長いね、長いねんっていうのあったよな、何を聞き出したいねんってこれ分かる、うわ何そのかどうしたい、何この先生、うん、言うと、うん、言うと言うんかいお前言うんかい、結局あれ何なんやろ、あれやね、そういうのあるある、みんなね、白目な、うん、笑ってもまあまあな、白目になったらこれはな集中できますかって言って、オタクが集中してへんねやんか多分興味ないやん、この資格多分とりあえず取っとこうか、かそれか取らな、うんうん、あの次のあれに行かれへんみたいな、そんなあるんちゃう、この人。なるほど、何の資格なんやろう、ね、それ気になるけどね、うん、どういう資格を取ってんのか、ね、白目になりってあるよねいっぱい癖あるからね、やっぱもう講師の人も教える人 も、ね、もう答えはもう目、うん、あの、うん、これはもう興味ないですね、興味ないや、この資格にね、この人はね、そうやな、うんうん、もうほんま受かりたかったらね、そら集中するやろうけど、気になれへんもん、その白目なんかね、うん、一緒に白目向いたらいいのな、そのタイミングでこの人向いたりとか、まあ、いろいろ遊ぶしかないわ、これは。だから何回白目になったかノートに横をつけといたらよ、背の字書いて、うんはい、ね、はい、まあ、頑張ってその資格取ってくださいね、白目に負けず、ええ